常にこう答えを追い求めてはいるんですけど、まあやっぱりそのできる技術っていうのはやっぱりその時が一番フレッシュなんで、まあ、常にこう答えってこう変わっていってるんですね、自分の中でも。なんでまだ全然そこに関してはまだ追ってます、ずっと。もともとこの釜に戻ってきてからは父がやってたようなその焼き締めだったり、あの粉引きの土物系の器がすごい多く作ってたんですけど、まあそれとはちょっと逆にその銀彩系の器にすごい惹かれる時期があって、でそれから釉薬の実験だったり銀彩のテストをするようになり、今の作風につながってきました。土物と銀彩のその言ったら両極端じゃないですか、その器の中でも。なんでまあその2つを作れるっていうなんか楽しみは自分の中でありましたね。この作品はあの自分が22歳もこの釜に戻ってきてすぐあの薪窯で焼いたやつなんですけど、攻め炊きの時に薪入れすぎちゃって棚板が全部崩れちゃったんですよね。でその時にあのもうでも終盤だったんでそのままもう倒れた上からもう薪ガンガン投げて出来上がったのがこれなんですよね。本来はこういう作品を作ろうと思って入れたのが、まあ偶然にこういう質感を生んだことに対してすごいあの自分の中で衝撃で、その時にこういろんな組み合わせっていうか焼き方も本当にもう自分に合ったスタイルでいいんだなっていうのをすごい感じましたね。それからもう薪窯焼く時もすごい本当に自由にもう常にこうチャレンジしながら、まあ、失敗繰り返して焼いてますね。銀彩の器っていうのはもうある程度こう出し尽くされてると思うんですけど、その、まあ、自分がこうイメージする銀彩のその一歩次を自分が表現したくて、ものづくりってやっぱりいろんな角度からこう挑戦できると思うんで、まあ、一度こういろんなやり方で挑戦した上でそのどれが自分に合ってるのかっていうのを常にこう考えながらやってますね。明確にはそんなこう何を作りたいっていうのは正直そんなないんですけど、その作ってるものから少しずつ自分の中で変化は求めていってるんで、それがまああの5年後10年後なんかどういう風になってるのかっていうのがすごい自分自身すごいなんか楽しみでもある部分です。